はい、よかった、やっと釣れたよ。ほら、いいプロポーションもありますし、なかなかね、割と引いてくれたんで、ね、よかったです。やっぱ一ちゃん初めのね、トルク感がやっぱりメバルらしさというか、ガシラとね、違うところですね。はい、皆さんこんにちは、ジョルタグです。さて、淡市メバル第2日目となります。ですね、1回目は岩屋漁港からスタートいたしました。で、そのままね、こう南下してきまして、今2つ目の漁港となっています。この企画はですね、ジョルタグ私が半年間かけて38箇所の漁港と港をね、フロートリグだけで一周するという、そういう企画になっております。で、またその時に実況しながら、まあ、いわゆる解説動画もしますので、半年かけてじっくりと見ていただいたら、もうフロートがね大好きになるっていうような企画になっております。さあね、釣れるかどうかわからないですけどね、ちょっとまあせめて20アップそろそろね釣ろうかなと思っていますので、皆さんね最後まで見ていただいたら嬉しいなと思っています。さて、そしたらねやっていきましょう。ハピソンのフロートからやっていきます。これ色分かりにくいと思うけど緑色です。で、ワームはね、月下美人の BB ワームの 0.6 やっていきます。すごい光るから不思議やね。あー、見える。見えるって素晴らしい、よう分かるわ。ハピソンのいいところは、こうね、潮の流れがね、こう目でわかるんですよ。ゆっくりとね、左に流れていきます。もう浮き釣りやな、これルアーじゃないわ。はい、3つ目の漁港になります。まあね、ここは割と常夜灯が効いてて、釣りがね、しやすい環境となっております。とりあえずね、小さなメバルでもいいから釣っていこうかなと思っています。全然おれん。外行こうか。はい、外海やってまいりました。そしたらですね、やっていきます。まだね、まともにメバルは釣れておりません。そろそろ釣りたい。わかんな。1グラム行こうか。餌釣りされとる人でもう全然あかん言ってね、帰っていきましたね。今まずいな。はい、ジョルタクです。2日目です。東浦方面、ちょっとね、太陽落ちて今いい感じの夕まずめなんで、もうね早速行きます。2日目でね、もう終わらしたいんでね、早速やっていきます。よいしょ。はい、そしたら2日目はねやっていきましょう。もう岸際にねついているであろうメバルを先に釣っていきます。なのでテトラタに向かって斜めの方向で、今日はカットビボールの方からやってます。ジグヘッドは04、ワームの方がアジングのファットかなやってます。じゃあクロスビームか、アジングビームかな、ファットです。こう LED のライトがねついてますので、どの辺をトレースしてるかっていうのは一目瞭然なんで、初めての方やったらありかもしれないけど、でもね、なんかこの LED ライトで明るすぎてメバル釣れへんのかなって初めね思ってたんですけど、釣れてる SNS の方でねアップされてた人がいましたので、まあ大丈夫やないということで使っております。とりあえずフロートは浮かした状態で今使ってます。サスペンドやけど04で引いてったら浮いてますね。ストラクチャーの周りをちょっと攻めてみます。
大抵ねこういうところについとったりするんだけど、普通はジグヘッドですね、こういうと攻める場合は。でもこの軽量のフロートやったらまだこう自然にねポチョンって落とすことができるんで、まだいいかなと思います。 10g ってね、近場やったらボッドーン言うんでね、こういう近距離には向いてないですね。ちょっと良さげなとこ見かけたんでそこ行ってみます。多分距離的に5分ぐらい歩くかな。普段運動してないからたった5分歩くだけでも疲れちゃうな。よっしゃ、ここでしょうか。ちょっと雰囲気が良さげなのでここであります。でもこれ釣れたら大変やな。手前のステイシみたいなテトラのあれがあっていけるかな、取り込みが。うーん、悔しいな。常夜灯周りで釣れらんかったら具合悪いよね。はい、場所を移動してきました。なかなかね、砂丘も厳しかったんでどうしようかなと思っとるところでございます。とりあえず潮通しが良さそうなとこに外海ね向かっていって、ワームはね前と一緒ダートビームチャートでやっていきます。時間的にも今が素晴らしくいいので、この時を逃しちゃうと次いつ釣れるか全く予想つかんのよな。もうテトラ隊ちょっと乱眼する気持ちでやります。ちょっと左にこう流れていってるんで巻かずにちょっとやってみます。もうほとんど横の移動だけ、手前に引かないドリフトで。これでも反応ない、だいぶ接岸しとんのかな。はい、防波堤の先っぽです。ここで釣れらんかったらどうしようやな。おっと、やっと来た。もうね、フロートがビクビクしたのは分かったんで。おっと、やっと来た。やっぱ岸際の近くやな、ちっちゃいけど、なんでしょう。よし、おっしゃ、メバルじゃん。やっとじゃよ、ほんまにもう。はい、やっとね、釣れましたよ。ちっちゃいけど、一本目です。やっとやで、ほんまに。でね、この奥に見えますでしょうか、これね。ほら、はい、ね、カットビボールです。やっとやね、ほんまに。ちっちゃいけど、綺麗な茶やね。オッケーオッケー、ちっちゃいちっちゃいけど、まあ可愛いな、やっぱり。やっと一本です。ちょっとね、まだおるかもしれないんで、もうちょっとね、やってみます。はい、そしたらもうちょっとね、おかわりしましょう。さすがに一本じゃ物足らんよね。やっぱあれやな、だいたい釣れるこうストラクチャの影というか、そんなとこから出れたんやな。足元まで引いてきて、あかんか。はい、ジグヘッド 1g に重くしました。で、このフロートでしたら沈みますので、この足ね、光つけたままちょっと沈ませてみます。どうなるかちょっとやってみます。ボトム付近探ってみます。表層は多分おらんような気がするんで、ちょっとがっつり沈めてみて様子見てみようか。はい、今沈み出したんで少し様子見持ってします。
これ以上止まることは。ん？あ、食っとったわ。全然気づかなかった。食ってみる？食ってる。なんか沈まんな思っとったら食っとったわ。何でしょう。よいしょ。これメバルと面白い。メバルじゃ、ガシラじゃ。まあでしょうな。はい、ちょっとね、腹がボテッとしたガシラですね。食っとったね。全然わからんかった。はい、にゃんこがある。にゃんこが待っとるよ。で、お魚は釣れません。ちょっとキャストして、あの糸を出します。で、思いっきり底付近をやってみます。よっしゃー。でもガシラっぽいしだったら沈ましたもんね。悲観し。よいしょ。やっぱりな。はい、ガシラ。全くね、あの引き味も何もなかったガシラです。ちっちゃいけどね、ほんまに12、3。ごつ、おっとと暴れ出したぞ。今頃暴れんなよ。ということでね、あの引くことを今頃思い出したガシラでございます。これで終わりかな。ちょっときついね。とりあえず帰りね、もう先端から帰るところまで全部欄干でやっていきます。であかんかったら、まあ諦めもつきます。せめてもう一匹メバル欲しい。ジグヘッドを 0.4 に戻しました。今度はテトラ対キワね、攻めます。だいたいこの3つやってみてあかんかったら場所用やな。ワーム変えるか。何かしら反応あるはず。よし、来たけど多分チビ。あー、チビチビチビガシラやんか。岸際トレースにはいいな。すごく見やすい。はい、よかった。やっと釣りたい。ほら、メバルでございます。ちゃうやね。ちょっとお腹が大きいので、まあ産卵後か前なんでね、早めに返しましょう。だいたい17、18、大方20弱ですね。あのいいプロポーションもありますし、なかなかね、割と引いてくれたんでよかったです。やっぱ一茶始めのね、トルク感がやっぱりメバルらしさというか、ガシラとね違うところですね。ほんまによかったよ。ほんま釣れて、さあこれで帰れるわ。オッケー、よかったよ。ならね、もうお腹パンパンなんで逃がします。はい、いかがだったでしょうか。やっとね、2日目に入ってどないなるかなとは思ってましたけどね、どうにか釣れてよかったです。さて、今回使いましたこちらのカットビボールなんですけどね、で使ってみてなんですけど、これね、使ってわかったのが、フロートね、投げるでしょ。投げたこう着水ね、ポチョンってね着水するんですけど、これがね光って自分の居場所をね教えてくれるので、あのフロートの初心者とかやったら、よくあのこの間あのフロートのね、あの初めてされとる方とお話ししたんですけど、どうしてもフロートってピュッて投げても自分がどこのフロートが飛んでるかってわからんのですよ。でわからなかったら、どこをどう通したら魚が食ってくるとかね、その辺のイメージがしにくいんですよ。そうなると結局イメージのしやすいジグターの方にね、
あの走ってしまう傾向がね強いんですけど、こちらのフロートでしたらもう自分の位置をねここやで言ってね教えてくれるんで、まあフロートに対してね安心して使えるかなと思ったりもします。このフロートの一番のメリットがその居場所を分かることなんですけど、今回ね釣りました20ぐらいのメバルはもう岸際にねテトラの岸際にベターってへばついとったやつなんです。フロート掘るじゃないですか、掘った時にあどこ飛んどか分かれへんなーいうことなくて、あ今ここやねんなーいうことね一発でねすぐ分かりますので、そういった意味でもこのコントロールキャストコントロールの練習にはねいいん違うかなと思ったりします。この当たった時にこのフロートがねブルブルブルって震えるんですよ。だから竿がビクビクビクってするのとフロートがブルブルブルってするのが連動して脳汁がねゴツですよ、ドバーってきます。普通のフロートよりかは興奮する。まあデメリットといたしましては高いんですよ、1000円ちょっと超えるんかな。なのでねもうロストしちゃうと痛いんで、その腕に自信のある方はどんどんテトラ際にね攻めていただいてもいいんですけど、ちょっとねテトラにあちゃーって引っかかったらねもうこれで1000円ポンなんでちょっと厳しいかなと思います。なので普段のねフロートに飽きたとか、例えばフロート練習中でキャストコントロールを上達したいとか居場所をねはっきり分かりたいっていう方にはこちらの光るフロートハピソンのやつねおすすめいたします。できるだけね根掛かりせんようにしましょう。こうテトラ対攻めよったらねやっちゃうんで、あとはねもうキャストコントロールもう練習だけです。ずっとねフロートだけでやっていきますので、こうフロートがねこう上手くなるような動画を頑張ってしようと思うんで、ぜひともね最初から最後まで見ていただいたら嬉しいかなと思っております。じゃあね2日目同じとこ回りましたけど、次からね違うとこ回ります。やっとさあ次はどうなるでしょうか。乞うご期待。疲れた。中入ります。最後までご視聴ありがとうございました。またチャンネルの登録、あとはですね各 SNS で新しいツイグの購入や配信状況など情報を発信しておりますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。